きく変わる人生。少しずつ変わっていく人生。虎に翼。梅子の人生は大きく前進しました。確かに妻としてのあり方、母として子供の育て方は失敗したのかもしれない。それでも頑張ってきた。失敗したのは分かっていた。高三。もうどうしようもない。どうでもよいことはどうなってもいいこと。大化けと関わることは今後なくなり、子供たちは自分がいなくてもやっていけるし、これまでもいないに等しかった。梅子の新たな人生が始まる。第65話のお話は、愛のコンサートに出演する歌手が決まり、一安心のとも子。花江は梅子にある秘密を告白する。梅子の言葉から、これまで一人で頑張りすぎていたと考えた花江は、直脇や子供たちに手抜きをさせてほしいと提案する。そして、愛のコンサートの日、とも子は準備を手伝っていたとき、茨田律子と子供のことで軽く話をし、そして始まった愛のコンサートは大盛況で終わる。最後に、さださんと言ったかしら、人助けは最高の仕事だなんて言うの。本気でそう思っていないと言えない言葉よ。困ったご婦人方は、ぜひ、さだともこさんをお尋ねになって、と、茨田律子は言いました。第65話は、このようなお話になるようです。コンサートには、福来スズ子、趣里さんが出ると思っていたのですが、茨田律子、菊池凛子さんが出演するようですね。どっちが出てもすごいことで、やっぱり朝ドラはつながっているんですね。2020年放送、エールの久保田正孝さんが演じる小山雄一が、楽団の指揮をしても面白いと思いますが、そこまではなかなか難しいかもしれませんね。しかし、愛のコンサートで、茨田律子が智子のことをたくさんの人の前や、ラジオ放送もされていたことで、とも子の人生がまた少し変わっていきそうです。第64話、とも子と滝川が第二子立花幸恵と共にラジオに出演しました。たくさんの人に吹聴した結果、家庭裁判所の考え方や仕事内容を知ってもらえるきっかけとなりましたね。とも子の熱弁が日本全体にも届いたのではないでしょうか。子供だけでなく、離婚や相続問題についても幅広く取り扱っていることをお伝えしました。そして、ご婦人は決してか弱いものではなく、世の中の不条理や辛く悲しいことに対して戦いたかったのに、これまでは戦う土俵にさえ立つことが許されなかった女性たちが大勢いたということも付け加えましたね。家庭裁判所設立によって、その戦える場所も生まれ、女性たちも発言できるようになった。女性たちは誰かの犠牲にならずとも済むようになり、自分らしい生き方を決めることができるのだから、とも子は、そのお手伝いをしたいということをしっかりと伝えてくれました。彼女の知り合い一人一人のもとにもしっかりとその声が届いていましたし、様々な思いを抱いていたことでしょう。そして立ち上がるきっかけとなった人も数多く生まれたのかもしれません。猪爪家でも大歓声でした。
由美にとっては自慢の母となったのかもしれませんね。ラジオの効果を感じながら、小橋と共に帰路に着こうとしていたとき、驚くべき光景が智子の目に留まりました。幸三郎とすみれが熱い抱擁を交わしていたのです。米と轟に報告して、その一件を託した智子でしたが、米が言うように、梅子を傷つけないで済む方法は、もうないようです。そして、修羅場となってしまった大化け。梅子は目の前が真っ暗になってしまったはずです。彼女にとって、この家で耐えている理由の一つとして、唯一の理解者だった幸三郎の存在があったのは言うまでもありません。その彼が夫の妾だったすみれと恋仲になっていたなんて、どれだけの衝撃が走ったことでしょう。幸三郎にとっても、心の中には常に母の姿が映っていて、自分の気持ちとは別にいい方法を考えようとしていたのかもしれません。優しい息子ではありますが、こうなってしまえば、彼の思いも薄っぺらなものになってしまいます。皆がそれぞれの言い分で言い争っているときに、いよいよ梅子の堪忍袋の尾が切れました。心の支えとなっていた幸三郎が、夫と同じ人を愛している。すみれの無神経な発言。兄弟喧嘩をしている姿。嫁を自分の介護のために利用しようとしている姑。彼女は自分の生き方を振り返っていたことでしょう。私の人生はこんなはずじゃなかったと思ったはずです。夫と結婚した時にはいい妻でいようと考えたでしょうし、子供たちが生まれればいい母になりたかったでしょうし、大化けに嫁いできたからには姑の理不尽な言葉にも従わないと、と思って耐えてきたでしょう。たとえ自分を押し殺したとしても、それは私の宿命なのだからと受け入れてきたのです。でも、その結果がこれか、と。うんざりして、幻滅して、そして自分の不甲斐なさも思い知った。どうしようもない状況。もう降参でした。梅子は決断しました。彼女の高笑いに驚き、一人一人の表情が凍りついて、唖然としてしまった様子が印象的でしたね。そして梅子はすべてのさじを投げました。彼女はなんとか冷静に自分を取り戻そうと必死に装います。遺産相続は放棄するとともに、この家の嫁の立場も、親の役目も、何もかも捨てる覚悟が固まった瞬間でした。ずっと耐えて、耐えて、我慢し続けていた、梅子の背中にも翼が生えて、飛び立つ決心がついた姿を、米はじっと見つめていましたね。民法730条。直系血族及び同居の親族は、互いに助け合わなければならない。この新憲法を最後に伝え、家族一丸となって支え合いなさいと言い放ち、見事なまでの旅立ち方でした。きっと、米は覚悟を決めた梅子を見て、頼もしく見えたでしょうし、彼女の決断を、全面的に支援したいと感じたことでしょう。彼女たちも一人じゃない。人生の大きな決断ができた女性は、誰よりも強く生きていけますからね。そんな頃、愛のコンサートの出演者が決まったようです。なんと、
あのブギウギで話題になった茨田律子が協力してくれることになるなんて、こちらもまた驚きましたし、今後の展開がさらに楽しみとなりました。大化けの遺産相続問題も一件落着とともに、智子と梅子は懐かしの竹本で久しぶりに再会。心置きなく会えるようになった彼女たちの笑顔は眩しかったですね。梅子の居場所も決まり、ほっと胸を撫で下ろしました。神保がどうしても譲らなかった民法第730条。こんな当たり前のことでも様々な解釈があります。でも今後は都合よく女性を縛り付けたり、面倒を押し付けたりするものでなくなればいいなぁと感じました。みんなで本音で語り合った懐かしい女子会。花江も交えて心から笑える場が戻ってよかったなぁと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。